ガーシーシ議員が帰国市議場で陳謝以降も不逮捕特権使い UAE へ戻るつもりなら有権者として切ない辛坊次郎が売れうキャスターの辛坊次郎が2月27日自身がパーソナリティを務める日本放送「辛坊次郎ズームそこまで言うか」に出演 初当選から一度も国会に出席せず、議場での陳謝の懲罰処分を下された NHK 党のガーシー、本名、東谷義和参院議員イコール比例代表イコールが、議場での陳謝に応じる意向を示したことをめぐり、陳謝しても、不逮捕特権を使い、アラブ首長国連邦、UAE へ戻るつもりなら、有権者として切ないと語った。 昨年7月の初当選から一度も国会に出席せず、議場での陳謝の懲罰処分が下された NHK 党のガーシー参院議員が27日、帰国して本会議に出席し、議場での陳謝に応じる意向を伝えたことが分かった。新房ガーシ議議員がいつ帰帰国国するかは分かはりません。帰国しししてて本会議に出席したとしても、 陳謝だけしてて再び UAE へ戻っっしまったら意味がありません陳謝した後国会議員として国民が期待するような活動をしてくれるのが本来のあるべき姿ですしかし陳謝してもすぐに UAE へ戻ってしまうようでは次の懲罰つまり除名は避けられないと思います国会議員には 国会開会中は逮捕されないという不逮捕特権があります。ガーシー議員は本会議で陳謝した後、国会開会中に UAE へ戻るつもりなのかもしれません。そうであれば、有権者としてはとても切ないです。民主主義のコストとしては、あまりにも高すぎると感じます。国会議員の不逮捕特権はそもそも何のためにあるかというと、 性的潰しのために逮捕するような行為をさせないためです本来の趣旨とは違う目的で不逮捕特権を利用するのだとしたら有権者としては切ない思いがします一方ガーシー議員が仮に除名された場合国会議員の資格を失います ガーシーシ議員は NHK 党の比例で当選していますから NHK 党で辞典だった候補が繰り上がる形で当選となりますところが立花孝志党首は比例で4位だった候補を繰り上げ当選させる意向を示しています無知なので教えてください党首である立花孝志氏の責任があまり問題になっていないような気がするのですが こんな問題のある人を比例1位に指名した立ち話も同罪ではないのでしょうか。私にはどうもひと事として責任逃れをしているようにしか映らないのですが仮にドバイへ戻るのであればそれは見せかけの陳謝として即除名でよいと思いますこの期に及んでいまだにこの人や政党を支持している人が一定数いること自体が信じがたいことだし 一部のの有権者の意識に思いいを致すと、そそれこそ切ない気がします。この陳謝だけ出席してあとは出席せずに国外逃亡をまたするのであればその時は問答無用で一発除名にすべきそれだけで仲し C の欠席を N 党や立花氏が故意に後押しするのであればそれに対しても厳しい処分をするべきだと思う。 そして今後、同様のことがまた起きないように、早い段階で方針を定めるべきだと思うそもそも、国会に出席するという最低限のことさえできない議員に、税金からお金を出す必要ならあるのか、そしてそもそも、所属の議員を出席させない政党に、税金から政党助成金を出す必要があるのか。 個人的には病気とかやむを得ない理由ならともかく今回のガーシーや N 党のように故意に出席しない出席させない行為についてはせめて議員報酬や政党助成金を出さないとか後で返還を要求するような方針も作るべきだと思うガーシーは議員に当選した時のインタビューで抱負を聞かれ 国会で居眠りしてる議員を叩き起こしますからって答えてた大口叩いたくせに国会には来ずドバイで居眠りし放題ってんだからお話にならないよ党首の責任を問う人もいるけど一番は彼に投票した有権者の責任ってのも大きいよね辛抱さんは彼に投票したわけじゃ ないだろうから切なく感じるかもしれないが実際に彼に入れた人にそう感じてほしいんだよ。陳謝しておいてそのまま許可なく出国したら次こそ除名でしょう。もし会期中日本に滞在するなら会期中不逮捕特権があると入っても警察が本気なら議会の許可を得て逮捕するかもしれないし。 旅券を執行させて出国できないようにすることはあるかもしれないそんな都合よく逃げおせるかどうかはわからないねそもそも本当に帰国するのかどうかも怪しいとりあえず帰国した時点で逮捕状を出しておけば本人に旅券の返納を求めることができるんじゃなかったっけ 逮捕状の有効期限は7日間だが、その前に返納期限を設定すれば出国を阻止できるし、返納しなければ罰則もある、逮捕許諾請求が通らなくても少なくとも出国は阻止できるのでは今まで散々他の議員を煽っておいて、自分は議員の特権とお金のために思ってもいない謝罪をするんですね。 議員の椅子にしがみついていてるののはどっちなのかはっきりし、ましたね。あれだけ大口叩いていたんですから、そのまま除名になればいいのにと思ってます。それから、他の議員なら即陳謝、辞職の流れになりそうな言動を繰り返しているのに、平然と議員を続けられる神経はすごいですね。 帯で辞職したた議員はたくさんいますけど、自ら責任を取っているフンガーシーよりマシなのは間違いないと思いますそもそもで国会議員という肩書きを得ながらも職場も職務も放棄している人間に対して不逮捕特権なんて与える必要はないのではそれに除名となるのなら当該議員が得た得票も無効にすればよい 今回なら約30万票を無効扱いにして、改めて N 党が議席を確保することができるか判断すれば不満は減るのではいずれにしても今の議会制民主主義の根幹が問われる問題である。陳謝して終了じゃ、あまりにも情けない。なぜ、陳謝だけにしたのだろう。どうせ日本に帰ってこれないとでも思ったのだろうか。 国会議員として日本に残って初めて議員として認めるようにしないと、おそらく U ターンで滞在先に帰っておしまいだろう。陳謝のみで即刻日本を離れるのであれば、それなりの対応をすると明言しておかないと、だめだと思う。本当に陳謝だけで許されては、国民はたまったものではない。きちんと国会議員の仕事をしてほしい。 国国会会議員なななののに国会に出いいいい。ととううは言しかよがしかしそもそも選挙に当選さえすれば仕事をしなくても問題がないような制度設計がおかしい議員業務を行う対価として報酬が支払われるわけだから仕事をする気がないような人間はたとえ当選したとしても議員にしてはならないと思う。 また、業務内容や効果測定の基準などを明確にし、一定の水準を満たしていない場合には簡易な手続きで国民が該当議員を免職できるようにすべき。